今回紹介するのは、今開催中スタンプのエクストラチョコ。前回範囲号令で、自身は実施未知、記載正規。追加効果は、弓射撃系なのに、特技好調と個性まみれの1枚よね。サジンは、我らの味方だ。ごめんなさい、兄様。砕け。出ます。砕け。穴取りかだし。技巧士を狙うんだ。経絡は式7で、戦場の味方に武力プラス5の号令。自陣は武力プラス7で、2部隊に射撃できる効果が約 8.5 ポイント。自身が出る高さが選べんから、そういう効果を生かせるタイミングは難しめ。範囲が戦場全体やから、敵の主力を避けて大雨をしたり、両端を使ったり裏取りしたりと、号令前の自由度が高めなのも長所かな。その反面、主力である自身の位置を選べない分、加速系の号令を相手するのは滅法苦手やから、これ一本で戦うよりも裏の手を仕込んだ方が良さそうに感じたよ。ただいまー。寝てはいられません。砕け。待てー。待てー。ごめんなさい、兄様。待てー。俺は何をやっているんだ。この計略、ポイントついとるけど、まだ部とか言っとるのなんかいけるな。お前よくも。敵は強大、絡めてで勢いをそぐ。
てのゆえ見るがいい。獣を撃つために。オーバーの解放沈むぞ。この世界変えてくれる人はいない。今我が部は神をも超える。砕け。ご苦労様でした。あとはお任せを。明確に不利なデッキとして、こういったパワーのある速度超消耗霊相手は、諸君が突撃の敵になり、安く計略を打つ場面は、限られるけど、それでも、武力9と攻撃記載があるから、白兵で強みが出せるのもいいとこよね。
孔明参る。履き物を持て。攻撃砕けこの方位と結束崩させはしません。よし、口封じはお手のものですが、それ後期待ったか。後期砕け。それ我が神託を阻むがない後期後期自由を磨き決戦に挑むのです。この方位と結束崩させはしません。よし、それそれ、こっから先は俺に任せろ。
また天下に波紋が起こる。砕け！この手！砕け！残酷だな。この手！あと、元気でね。やりましょう。この手。こら、止まりなさい。絶望するまで追い詰めてやるぜ。今我が部は神をも超える。ま、こんなもんだろう。しかもやるしかねえか。私が盾になりましょう。残酷だな。砕け！あと元気でね。集中！これはもうじゃない。すごい力ね。集中！またいつか。砕け！こっから先は俺に任せろ。俺の手となり足とな。やるぞ！こら！止まりなさい！攻撃！やるぞ！攻撃！やるぞ！攻撃！し、こんなところで。砕け！やるぞ！砕け！
ったな。退治せよ。乱暴はダメです。退治せよ。退治せよ。かかる後に盤石な勝利。退治せよ。攻撃。退治せよ。ほら、早く降伏してくれよ。攻撃。退治せよ。申し訳ありません。退治せよ。退治せよ。こっから先は俺に任せろ。新たな世界の足音。よし、ホーク解放。ハッハッ。邪魔なものは消し去る。神をも超える。こんなところで次こそ必ず。退治せよ。急須猫を噛むか。砕け。すげえ、参ったな。ここで捕まるわけにはいかない。申し訳ありません。またいつか。しん、ここまでだ。こら、止まりなさい。ダメじゃ、もう間に合わん。予想を超えてきたか。ご指示ください。待ったか。乱暴はダメです。やるぞ。退治せよ。よし、受講め。参る。チャージ乗り寄って、これでも狂え。嵐のごとく敵を大地に返すのです。
またいつか。刹那に己のすべてをかけなさい。この世界に変えてくれる人はいないの。こっから先は俺に任せろ。このたわけが主人を置いてどこへ行くつもりじゃ。こら、止まりなさい。予想を超えてきたか。貴様らは俺の作る世界に不要だ。みんな丸太を持ってな。
争いならもう止まらんぞ。相手もやるな。ご視聴ありがとうございました。ブロック16の早急は離れた破壊力抜群です。使って楽しいカードやと思うで。